スイッチバスケットボールスクールオンラインをご覧の皆さん、こんにちは、竹雄です。今週から、3週にわたって、紹介していく、スキルはですね、ボールを、守る、プロテクトして、レイアップシュートに行く、この時の、そのプロテクト方法を紹介したいと思います。はい、動き的にはそんなに難しくないと思うので、まずはこちらの動画をご覧ください。はい、動画をご覧になっていただきました。見てもらうともう分かると思うんですけども、カバーが来たところでボールをこう上に上げて、スイングさせるですね、スイングアームという技になりますけども、はい、それで高いところでボールを守るので、ハイホールドして最後はフィニッシュをするという、まあ、こういう動きですね。ドリブルして自分のディフェンスが並んだところでカバーポジションが来るので手が出てきます。コースに入られる、入る余裕はないんだけど、手を出してちょっとでも邪魔してくるっていうディフェンダーはたくさんいるので、これを守るように避けてレイアップしましょう、まあ、こういった技になってます。はい、自分の相手を抜いたその先のことも考えたプレーになるので、ドライブする前からですね、カバーのポジションとか見ながら、この辺がちょっと難しくなってきますけども、はい、ちょっと想像しながら、ちょっと次のレベルに上げてですね、イメージしながら練習をするようにしてください。はい、それでは本日の動画は以上となります。